東京都立エバラ看護専門学校は、東京都大田区東雪ヶ谷がにある看護師を養成している公立の看護専門学校。同敷基地内に、東京都保健医療公社エバラ病院がある、東京都立エバラ看護専門学校は、保健婦助産婦看護婦法に基づく、看護婦養成所として、厚生大臣の指定を受け、合わせて、学校教育法第82条の2号の規定により、 専修学校として、東京都立看護専修学校条例により設置された。1970年に、東京都立荏原高等看護学院として設置され、1971年4月に開校する。1976年12月に、学校教育法第82条の2号の規定に基づく専修学校に移行し、看護専門家庭の看護学科を設置する。 1977年12月に現行名の東京都立荏原看護専門学校に改称する。2015年3月、新校舎完成。2017年3月、新体育館完成。1983年、TBSK で放送された、不揃いのリンゴたちで、看護学生役の石原真理子、手塚里美が看護学生として勉強。 実習しているシーンが撮影された看護学校であり、同式地内にある東京都保健医療公社エバラ病院でも看護、実習生として働く模様が撮影された。ありがとうございます。